僕の名前 ?C。あらかじめ言っておくけど、僕は君の心、感じ取ることができるんだ。後からこんなこと言われるより、先に知っておいた方がいいだろふっ、<laughs> 身構えることはないさ。僕は君を正しく理解できる。僕は、 ゆうの希望になってみせる。僕を連れ出してくれた愛に応えられる自分だけが本当の自分。魔法少女の僕。よくわからないけど、これで強くなったんだ。ふーん。今は実感している。 確かに僕、強くなったのかもね。時は止まらない。ただ生きてるだけで、日々は過ぎ去っていくんだ。人が生まれることに何か理由があると思う僕は、あるって思いたい。そうでなければ、僕は、 自分の受けている苦しみを肯定できないから。僕はずっとさまよいながら生きてきた。どうして生きているのか自問自答し続けて。ただ、優と出会った時何かが変わったんだ。優が、 僕の目の前に現れて、人生が動き始めた。それが全てなんだ。それ以前には戻れないし、戻る必要なんてない。ああ、なんだか妙な手応えみたいなものは感じるよ。 うまく言えないけど、何かスイッチが切り替わったような気がする。この世に生を受けた日から、僕には災難が降りかかってきたんだ。生まれた病院で爆発事故が起きてね。そこから天外孤独さ。孤児になってから僕は、 施設に引き取られた。そして物心ついてから自分の能力に気がついたんだ。他人の悩み、苦しみ、心の痛みを感じ取ってしまう能力に。そしてそれは、僕を苛み続けてきた。 また来たんだ。物好きだね、君も。僕は変わらず終わりに向かってきしみながら転がっているよ。それしかできないからね。今日は目が覚めたかいそれはよかったね。それともがっかりした昨日がいつまで続くかは、 君が決めればいいんだよ。僕には常にドッペルの囁きが聞こえている。でも、元より正しさと呪いの区別なんてついていなかったのかもしれない。昔は夕暮れを見て美しいと思うこともあったけど、 今は何ともこういうことが増えている夕日のように僕もどんどん沈んでいるんだ目が覚めたらもう僕はいないかもしれない跡形もなくドッペルに砕かれてもしそうなってもいつか 思いい出してくれるかいどれほど空腹を満たせても傷が埋まる日は来ないし昨日は変わらないそれでも君は明日のために食事を楽しめる魔法少女は魔女を倒さなきゃいけないんだろ 君はそれが不満かいそれとも、自分にだけは関係がないと思ってるのかい果てなしのミラーズ。よくわからないけど、人間もどきを処分するだけならさっさと済ませよう。人間を切り刻むわけじゃないんでしょ 傷を得ることが生きることだと言ったら、君はもう続けたくないかいそれとも、自分以外の誰かの傷をかばおうと思えるかい淡い希望を抱き、ドッペルに壊される。その繰り返しが、僕の中に魔力を生み出しているんだ。 すべてを失うことが僕の存在理由。僕は悪人を裁いたりしないよ。自分の都合で処理するだけさ。それが間違っていたとしても他の方法を見つけられなかった。僕のドッペルは傷を欲しがる。 苦痛と悲哀だけが魂を平等にすると思い込んでいるらしい。幸福はいつも不平等だからね。魔法少女にはずっと興味を持っていたんだ。魔法少女は運命に翻弄されている存在。 それが自分の境遇と重なるような気がしていて。魔法で悪人を殺すことは間違っていると思うかいだとしても僕はせめて言と罪を共にしたい。キューベイのことは最初から信用できなかった。いや。 幽霊に限った話じゃないね。僕は誰も信用していなかったから。僕の人間として正しい人生は、勇と出会うことで幕を閉じた。どれほど歪んでいても、僕は勇と生きることを選んでみせる。 いいよ、始めようよ。とりあえずこんなもんか。この程度じゃ苦痛とは言えないね。ここが終わりじゃない。もう、僕には近づかない方がいい。 意識が途切れがちになってきた僕のドッペルは君の傷も暴いてしまうだからもう <laughs> また入り込んでくるこれは誰の痛みくらくらするわ心が揺れている夜が。 私を捕まえに来る。悪夢は繰り返し、私を塗りつぶす。今は夢現実まあ、どっちでもいいか。僕はまだまともなのかな。それとも。僕は、ユウの愛に応えなくちゃいけない。 言うのためなら、どれほど深い傷を、どれだけ受けたって耐えられる。今度は僕が彼女の手を取る番なんだ。みんな魔法少女なんだ。輝く希望が目に見えるようだね。僕にも、 彼女たちの助けになることが、その資格があるだろうか。大丈夫。ただの夢さ。